どうも、競技カルタ名人の川瀬正義です。僕の人生をかけての目標は、みんなが存分にカルタを楽しめる世界を作ることです。そのための手段として、2030年に競技カルタのプロ化、2040年にカルタ専用の大会会場の設立の2つを掲げて、このカルタクラブチャンネルやウェブサイト、オンラインカルタ部、カルタクラブルームの運営などをしております。この聞くだけカルタクラブでは、リスナーの皆さんからいただいたコメントを参考に、カルタの見て楽しい、やって楽しい、勝って楽しいにまつわる話を毎日10分くらいでお届けしております。ということで、本日も聞くだけカルタクラブ始めていきたいと思います。さて、今日はですね、カルタってすごい複雑で難しい競技だよねっていう話をしていきたいなと思ってます。で、その難しいカルタのことを考えるときにですね、一番大事なのがですね、複雑だからこそシンプルに考えようっていうのが大事だと思ってるんですね。で、そのシンプルに考えれば、強くなる、勝ち方を考えるっていうのにすごいつながってくると思うので、いかにこの複雑で難しい問題を簡単にした上で、じゃあどうしようかっていうのを考えるっていうのが大事なのかななんて思ってます。で、カルタが難しいところって本当にいろんなところがあるんですけども、まずそもそも100枚のうち50枚の札を使いますっていう、50枚っていう札の枚数が多いっていうのもあると思いますし、その札が全て平等じゃなくて、一枚一枚に個性があるっていうんですかね、決まり字っていうものがあって、1字で取れる札があれば、2時まで引かないといけない札もある。で、6時まで引かないといけない札がある。で、同じ音から始まる札も1枚しかない札もあれば、16枚ある札もあるみたいな感じで、本当に札によっても個性があるし、それが50枚もあるっていうのがすごい難しいところで、さらに言うと、その札たちをどこに置いてもいい、半分ずつ自分と相手で持つわけですけれども、25枚ずつ持つわけですけれども、その札をどこに置いてもいいっていうところが複雑にしてますよね。どこに置いてもいいから同じ状況は多分ほぼほぼ生まれないと思いますし、相手によって考えなきゃいけないことも増えてくる。で、さらにはその札を取ったら送りっていうのが発生して、なんか札がさらに移動しますとか、で、その送った札はどこに置くかわからないし、相手にもし自陣取られたりお手つきしたりすると、札を送られてきて、今度逆に自分が札をどこかに置かなきゃいけないとかね。で、あとは決まり字が途中で変化して、いろいろ全部喋ろうかなと思ってたんですけど、ここまでだけですげえ複雑だなって思ったので、ちょっとこの辺でやめとこうかなと思います。はい、決まり値が変化してとかね、いろいろありますけれども、そんな感じでカルタってすごい難しい競技なんですよね。で、この難しい競技の中で我々が何をいつも練習してるかっていうと、この札を早く取る技術をしっかりつけてとかですね、結構その札を取るっていう方に話が終始していることが多いのかなと思ってます。当たり前なんですけどね、札取れないと話が始まんないんで、札取れるっていうのが大前提のもと、その上でじゃあ何の札取ってとか、何の札を取ろうとしてとか、じゃあ相手には何が取られてとか、そういうところを考えていくっていうところに、札がある程度取れるようになってから考えられることではあるんですけれども、やっぱり早く相手より札を取ればいいよねみたいなところに考えが終始しているなっていうのがちょっと実感として思っています。で、ちゃんとその勝ち方みたいなのを教えられるっていう人ももちろんいるし、教えてもらってる人もいるとは思うんですけれども、あんまり聞かないよねって思っていて、僕自身その勝ち方みたいなこと教えてもらったこと全然ないなと思っていて、そういうところですよね。その複雑な競技であるがゆえに面白いんですけれども、あんまりその勝ち方複雑すぎてどうすればいいっていう、もちろん正解がある話でもないので難しいんですけれども、そういったところのノウハウがあんまり固まってないなと思ってますと。で、
まあ冒頭の話に戻るんですけれども、まあ結論とも言えますね、今日のこの複雑な問題をどうやってシンプル化していこうかっていう話が、まあ、結構大事かなと思っていて、ちょっとですね、オンラインカルタ部のカルタクラブルームの方でこの問題を、まあ、僕なりにシンプルにしてちょっと考えましょうみたいな問題をこれからちょっとずつ発信していこうかななんて思っておりますと。で、まあ、せっかくなんで今日は1問ちょっとラジオなんで伝えるの難しいんですけども、本当はですね、図を作って視覚的に分かりやすい状況にして紹介してるんですけども、ちょっと頑張って口で説明して皆さんに問題を考えてもらえたらなと思ってます。ですね、本当に突然ですが問題ですっていう感じの問題なんですけれども、まずそもそもカルタじゃなくてトランプのカードを使った問題になってます。カルタ使うと複雑すぎるんでトランプにしましたと。はい。でまず状況の設定としては、相手と自分で4枚ずつカードを持っています。4枚ずつですよ、4枚ずつ。はい。で、相手が何持ってるか分かってます。自分が何持ってるかも分かってますと。で、何の数字のカードを持ってるかっていうと、相手が13、11、9、7、まあ、奇数のカードですね、まあ、キング、ジャック、9、7って言った方がいいかもしれないですね。で、自分は何持ってるかっていうと、クイーン、18、6、12、18、6の数字をのカードを持ってます。まあ、ちょっと相手の方が強いっていうような状況ですね。13、11、9、7が相手、12、18、6が自分が持ってますっていう状況ですね。で、まあ、この札を持った札じゃねえや、カードを持った状態札をカードって言ったカードを札って言っちゃうのはもうしょうがないですねはい。で、ちょっとすいません、次いきますね。4枚ずつカードを持っていて、その4枚のカードを4つのエリアに1枚ずつ裏返しで置きますと。で、相手がどこに置くかは分かりませんが、とりあえず裏返しにこう1枚ずつカードを配置していきますと。で、そのエリア、4つのエリアに、まあ、1枚ずつ自分と相手のカードが置かれるわけですけれども、それを置き終わった後に表にして、その時に、まあ、数字が大きい方がそのエリアでの勝者です、勝ちですみたいな感じですね。で、まあ、ここからが問題なんですけれども、その4つのエリアがあるんですけれども、多くのエリアで自分が勝つにはカードをどのように置けばいいでしょうかっていう問題ですね。多くのエリアで自分が勝つには、まあ、4つのうち、まあ、2つ以上勝つためにはと言い換えてもいいですかね。2つ、最低2つ、まあ、3箇所以上で勝つにはカードをどのように置けばいいでしょうか。で、ここまででもいいんですけど、まあ、1個ちょっと条件をつけていて、相手は13のカード、キングのカードを右下に置くことが分かっていますという条件をつけて、まあ、ちょっと考えてみてもらえるといいのかななんて思ってます。最初からちょっといきますね。カードを4枚ずつ自分と相手が持っています。で、相手は13、11、9、7、自分は12、18、6のカードを持ってますと。相手の方がちょっと強い感じですね。で、4つのエリアに1枚ずつ裏返しで自分と相手が1枚ずつ置きますと。で、こういったカードを表にしたときに数字が大きい方がそのエリアの勝者ですと。で、多くのエリア、まあ3箇所以上ないしは2箇所以上勝つためにはカードをどのように置けばいいでしょうか。相手は13を右下に置くことが分かっていますという、はい、問題ですね。で、まあここではこういう問題を考えましたよっていう話の視野に留めて、まあ、特に解説とかしないかなというか、まだオンライン部活動のカルタクラブルーム内でも解説とかしてないので、ここで喋るのもあれなんですけれども、こんな感じで、これがまずそもそもカルタを置き換えた、なんだろう、考え方ゲームになってるっていうことがちょっと、まあ、想像できるかできないかっていうのも一つですし、じゃあカルタだと思い込んだ時に、まあ、どういう置き換えになってるのかっていうと、この問題から何が言えそうかっていうのを、まあ、ちょっと考えてみると、きっとカルタ強くなる、カルタ強くなる、考え方の勉強にもなると思いますし、もちろん結果を知っていれば、あ、じゃあ
私はこういう取り方しようかなみたいな話にもつながると思うんで、ぜひ考えてみてください。そして自分で考えて多分こうかなっていう答えが分かんなかった場合は、カルタクラブルームの方に入部して、僕たちと一生懸命考えて勝ち方を身につけていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、興味がある方はぜひ、オンライン部活動、カルタクラブルームの方に参加していただけると嬉しいです。はい、ラジオで回答は言いませんすいませんね。はい、という感じですね。こんな感じで一問今出題してるんですけども、こういうシンプル化した問題をいくつか出していって、その勝ち方を考える力を伸ばすトレーニングを兼ね、勝ち方を考える考え方を身につけてもらえるように、これからちょっと部活動で活動していけたらなと思います。で、やっぱりクイズがあるとね、コミュニケーション、みんなああでもないこうでもないっていう話をできるので、そうすると盛り上がるんで結構楽しい感じに今なっております。ということで、今日の放送は終わりにしたいと思います。オンライン部活動カルタクラブルームでは、参加している部員の皆さんのカルタのお悩みの相談に乗っております。他にも僕が培ったカルタが強くなるノウハウを限定記事、限定動画の形でまとめたり、こう今日話したみたいにですね、部員同士でカルタの勝ち方をああでもないこうでもないと研究調査したりしておりますので、興味がある方はぜひ部員になってみてください。最後まで聞いていただきありがとうございました。カルタクラブの川瀬正義でした。明日も皆さんに良い流れが来ますように。バイバイ。